はい、書道アート工房大キャノンです。今日もでちょっとお作りできる作品の方をですね、ご紹介をしたいなと思います。今日はですね、ちょっとご依頼をいただいたもので、まだ全然書いてなかったものがねあったんで、ぜひこれをですね、ちょっとやっていきたいなと思っております。今日はですね、アニメのキャラを、ちょっと書いていきたいと思うんですが、よいしょ、ちょっと待って、字がちょっと、すいません。OK。はい。ちょっとね、では、ちょっと書いていきたいなと思います。はい。今ですね、人気の鬼滅の刃の橋平伊之助を書いたつもりなんですけど、まあなんかちょっとあれですね。すいません、なんか、やっぱちょっと微妙じゃないですか。どうですかね。本当にね、ちょっとあんまり、自分としてはあんまりうまくいかなかったなって感じなんですけど。まあちょっとね、筆がまだ私も、これが3枚目なんで、ちょっとね、まだまだなんで、もうすいません。もうこんなの見たらね、期待したくないかもしれません。今、まあこんな感じで、ちょっと書いてみました。ちょっとまあぽさは出てるかなと思うんですが、はい。なんで、もしね、あれよければ私の、修行のためにもですね、依頼していただければすごく嬉しいです。もう全然、送料しかいらないし、あとまあデータだけ欲しいっていう方はそれでも構いませんので、ぜひ、DM コメントお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、では今日はですね、この鬼滅の刃の橋平伊之助を書いてみました。はい、それでは、また、ありましたらよろしく、また次の動画を、見ていいなと思った方は、ご注文いただければと思います。それでは失礼します。さよなら。